おい、大丈夫か？あんまり調子よくなさそうに見えるが。あ、牛さん。全然平気だよ。ならいいけどよ。あんま無茶すんじゃねえぞ。うん、マー君のためにも、もっと頑張らないといけないし。おい、めぐみ。めぐみ、大丈夫か？お父さん、お母さん、大丈夫だよ。それよりお金を集めないと。無理すんなって。ごめんね、ごめんね。今日はもう帰りましょう。今日はお母さんの言う通りにするんだ。うん。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。あなた、もしかして春日さんですか？な、なんで俺のこと？めぐみから話は聞いてます。親切なチリチリ頭のお兄ちゃんがいるって。そうか。おかげさまでお金も集まるようになったみたいで、本当にありがとうございます。もっと早くお礼にお伺いしたかったのですが。気にすんなよ。それよりめぐみだ。弟のためとはいえ、いくらなんでも頑張りすぎじゃねえか。実は家内とお金の話をしていたのですが、それをめぐみにも聞かれていたようで、自分が何とかしないとと思ったんだと思います。今日来たのも学校から連絡があったからなんです。最近めぐみが学校に来ないことが多いって。学校に行かず募金活動をしていたとは、親なのに気づいてやらなくて我ながら情けないです。あんたもあんま思い詰めんなよ。はい、ありがとうございます。ああ、もうそろそろ仕事に戻らないと。改めて今日はありがとうございました。それでは。めぐみがあんな状況だったとはな。なんとかしてやれることはねえもんか。見てるんですか？しびるんじゃねえぞ。上がってこいよ。私の番ね。やってやるぞ。してみろ。どれあれ。ほら来いよ。どうした？絶対負けない。ほら来いよ。
そういえば、足立さんって休みの日、何やったんだ？そうだな、俺は趣味でガーデニングやってんだ。ベランダにちいちゃい畑作ってな、水や肥料をやって育ててんだよ。収穫したもんをつまみに酒を飲むのが最高でな。あら、いいわね。それって楽しいの？だって肥料とか撒いてちまちま育てるより買った方が早くない？時間やお金がかかるだけにしか思えないんだよね。自分で育てて収穫することに意義があるのよね、え足立さん。確かに買った方が楽だな。俺は今まで無駄な時間を。足立さん、流されないで、ちゃんと育ててあげて。そういう蝶は趣味なんなんだよ。俺盆栽だけど。こいつ、するぜ。本当だ、いい匂い。私クロワッサン食べたいな。そういえばクロワッサンってどういう意味なんだ？フランス語で三日月という意味。詳しいな。まあ昔遊んだゲームで覚えた知識だけどね。春日君もゲームが好きなら何かそういうのあるんじゃない？復活の呪文は綺麗な字で書いておかないと復活できない。それは知識というより教訓だね。
ごめんなさい。あった。いいや。ねえ。うん。うん。ありがとう。それでは。
どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。ああ。すまねえ。いえ。どうも、春日さん。おお、やけに今日は元気じゃねえか。あのね、マックの手術成功したんだ。これからお見舞いに行くの。本当か、よかったじゃねえか。うん、それでね、これマックのためにお金をくれた人からのお手紙なんだ。おじさんにも聞いてほしくて。家族で互いを思い、支え合う姿に心を打たれました。このお金はほんの気持ちです。まさしさんのために使ってあげてください。今まで頑張ってきた以上に、これからは皆さんが家族の時間を過ごせるよう、陰ながら応援しています。だって、頑張ってきてよかったよ。本当、よく頑張ったな。弟の手術が無事に終わったってことは、もう募金活動も終わりか。うん、マー君のことを助けてもらった分、今度は私が他の人を助けてあげたいって思うの。だから募金は続けるよ。そうか、恵みらしいな。きっとその手紙くれたやつも喜んでると思うぜ。あなた、そろそろ。ああ、もうこんな時間か。それでは春日さん、いろいろありがとうございました。おう、またな。おじさん、本当にありがとうね。え？
あ、それじゃあ。あいつなんだか初めて会った時よりも大きくなった気がするな。いい姉貴になるんだぜ。頑張れよ、恵。